はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうです。今回もね、ちょっと実写動画やっていきたいかなと思います。何話そうかなと思ったんですけど、まあ、雑談したいかな。僕、小学校時代の話をしようかなと思うんですけど、勉強してた、ちゃんと。してないよね。適当に過ごすよね、小学生ってね。なんか友達と遊んだりとか。でね、なんか勉強とかはいいんですよ。僕ね、コンプレックスがあったんですよね、小学生の時。で、今僕の身長って、180センチあるんですよ。高いでしょ。僕めちゃめちゃ背高いね。で、小学校の時は、1年生から6年生まで、背の順っていうのがあって、背低い順ですね。僕一番前でしたからね、6年間。やばない。いや、もうね、まあ、男の子にはそんな言われへんけど、女の子にチビとか言われんねん。もうあれがものすごく嫌でね。見とか、お前。お前やぞ。あの時よく言いやがって。まあ、この動画見てないと思うけど。いや、ほんとね、もういじめられとったよ、女の子に。まあ、ほんま少数ですけどね。なんか、おりゃん気ぃ強い女の子とかに、チビチビって言われんねん。そんなん言われとったよ。なんか、今なんかね、要、小学生とかね、中学生のね、なんか、いじめ問題とかあるやん。僕らが小学校、中学校の時って、いじめ問題とか全然なかったね。いじめなかった。俺ほんとチビって言われるだけで、なかったなかった。なんでなかったかっていうと、やっぱ、先生が、そのいじめとった、暴力とか振るうね、生徒に対して、それ以上の力で暴力振るっとってん。だから、そこで丸く収まっとってんけど、今なんか、ちょっと先生がこついただけで問題になるやん。ちょっと暴言吐いただけで問題になるやん。そういう時代やん。いや、小学校の先生ってね、小学校中学校の先生って大変やね。正直ね、うちの母親ね、小学校の先生なんですよ。で、いつも愚痴聞くんですけど、でも手出せへんって言ってるから、いや、ほんと大変やね。ってか、尊敬するね。うん、なんか自分が絶対できひんもん、そういう小学校、中学校のね、先生って。できひん職業をするって、やっぱすごいよね。小学校とか中学校の先生ってさ、まあ高校もそうなんですけど、勉強を生徒に教える技術って人一倍あるじゃないですか。でも、喧嘩とか、そういういじめ問題を解決できる、そういう中和できるね、技術って持ってないと思うね。ほんと素人やと思うね。だからほんと大変やね。ね。で、もしね、今ね、子供さんいらっしゃる方とかね、これから子供、欲しいんやっていう方に、ちょっとね、僕ね、言っときたいことあるんですよ。小学生って一番人間の記憶能力が優れてる時期なんですよ。だからね、だから、中学校から英語とか始まるじゃないですか。で、僕思うんですけど、小学校3年生が一番ピークらしいんですよ。その記憶覚えれるな。だから、小学校3年生から、英語とか、まあなんか、この語学を覚えさせたいとか、これをちょっと、この勉強をちょっとさせたいなとかを、やるんやったら、小学校3年生が一番いいです。はい。これ本当ですね。これ本当です。ちょっとこれだけはね、伝えたかったですね、どうしても。で、中学校の話しようかな。中学校はとにかくもう部活漬けですね。なんかね、夏休みに、もう本当ね、うちのサッカー部の顧問ね、まあサッカーずっとやってたんですよ、幼稚園からね。あ、そうそうそう。足だけは速いんですよ、僕。ちょっと自慢です。マラソン大会ずっとトップ5以内入ってたからね。これだけでできる自慢。で、サッカーの先生がね、元陸上部なんですよ。だからね、サッカー、ね、始める前に絶対走るんよ。で、夏休みってめちゃめちゃ、まあ、1ヶ月ぐらいあるやん。1ヶ月ちょっとぐらいあるやん。で、7月までに絶対勉強終わらせる。これ、もう、レギュラーになれる、もう、全段階ですね。もう一段階、もう絶対、7月以内に宿題を終わらせる。で、8月なんですよ。これ苦痛だったんですけど、15日間、もう2週間ですよ。毎日休みなし。朝6時に、まあ、近くに山あるんですよ。近くに山があって、6時に集合して、7時まで1時間山走る。きつない。もうほんとこれね、朝5時ぐらいに起きて、5時半ぐらいに友達とね、まあ、部員と家出て、行くんですよ。めちゃめちゃきつくて、で、山行くまでの道もね、坂道やから、もうチャリでね、こいで、めちゃめちゃしんどいんですよ。で、そっから走るからね、1時間山。もうきついきつい。で、シーン終わって、家帰って、すぐ9時にまた学校、朝飯食ってこいって言われて、9時にまた学校集合で、12時まで、また走るんですよ。学校走るんですよ。で、また12時から1時まで昼休憩があって、1時から、もう5時まで試合形式の練習みたいな。で、5時から6時までプール。水泳ね。
やったんですけど、これが15日間連続、もうきつい、めちゃめちゃきつい。まあでも僕そもそもね、まあ足が速かったって言ったのもあるけど、うん、まあきつかったけど乗り越えれた、うん、だから足がねちょっとね走る苦手っていう方は本当きつい練習やったんかなって今改めて思うね。その時はもう必死で、もう人のことなんて気にしてる余裕なかったから、もう自分がレギュラー奪うんやっていう気持ちしかなかったから、先輩後輩とか関係なかったからね、うん、で、ね、夏休みがめちゃめちゃきつくて、まあ兵庫県な、僕兵庫県なんですけど、まあ加古川市っていうところあるんですよね。加古川市から小野市っていうところまであるんですよ。北に上がったらね、そこまで走る多分ね20キロぐらいあるんかな、そんなないかな、うん、そこまで走る、うん、なんかそれで、まあ、サッカーでレギュラー11人なんですよ。だから11以内入ったやつがこの今日の試合、この20何キロ走った後の試合に出れるみたいな。いや死ぬ死ぬ、うん、死んでまうほんまに。ようあんなやらされてたな、今そんなんやったらあかんやろやばかったよ本当にね。20何キロやったけど2時間もかかなかったかな、あ2時間ぐらいかかったかな、2時間弱ぐらいかかったかな。だからね 42.195 を走ってる人ってこの倍やん、それをなんか2時間半で走ってるやん、すごいね本当に、本当すごいね。まあでもまあね、先生がね、足速い、もうなんかそういう長距離とかね乗り越えれるなんかやつは絶対試合でも勝てんねんって言って、でほんまに僕ら強くて、強くなって、まあもう兵庫県のね県大会に出れるっていうぐらいのねレベルまで行けたんで、まあほんとね、まああの時の先生ありがとうございます。ただほんとに練習きつかったですね、今やったらもうほんまに芝居とうわね。で、まあ中学、まあ小学校の時もね、修学旅行って1日目奈良行って2日目三重行ったんですよ、伊勢神宮。うん、でそこまで、まあ楽しかったけどそこまで記憶にない、うん、なんかそんな記憶ないんだよね。でももう一回戻りたいって言われたら戻りたいけど。で、中学校面白かったね。中学校、修学旅行沖縄やったんよ。なんか地元ね、違う中学校やったら長崎行ったとかね、広島行ったっていう方多いんですけど、僕らは沖縄行ったんですよ。ただね、沖縄ってやっぱ終戦記念のところじゃないですか。うん、やっぱそういう話、ね、聞いたりとかしたら、やっぱね、あの時の戦争の生きとった時代って大変やったんかなとかね、めちゃめちゃ思うね。で、沖縄料理ね、ほんと食えへん。ほんと何一つ食えへん。もずくも食えへんし、ゴーヤも食べれへんし、サトウキビだから、サトウキビは美味しい。でもあれを食べたぐらいしか俺記憶にないんだけど、ただね、海がめちゃめちゃ綺麗やね。うん、ほんと水色やね。うん。まあ、グアムとかハワイ行ったら、また別なんですよ。また別格の綺麗さなんですよ。うん。沖縄は良かったね。まあ、こういう話もね、なんか実写で、これからやっていこうかなと思います。まあ、高校とかね、また大学の話もね、やっていきたいかなと思います。はい、ということで。ご視聴ありがとうございました。